さあこの野々子町に降りていくわけなんですけども、すごくちっちゃいですねこの町、まあ、だからこそ小町というんでしょうか分かりませんが、そこ上ある。マジで今うち英語言ってた方がいい。絶対に吐くから途中で俺多分英語言えなすぎて気持ち悪くなっちゃうかもしれない。絶対のうちに英語言うべき。よし、ちょっとマイク遠かったな。さあこれでですね、まあ拾ってからが、まあ、スタートなんですけども、まあ拾う瞬間のスタートと拾った後ちょっと、まあ、数秒のスタートは、まあ、セーフとして、あの許容範囲としてですね、できますよ。スタート。さあ始まりましたね。皆さんこんにちは。実況は柴がお送りいたします。柴というのはですね、あの英語じゃないというふうに先ほど最初に言わせてもらったので、僕はそれはセーフというふうに思っているんですけども、セーフって言いましたね。僕まず一発目決めていきましょう。どんどんね、まあ5回以内に、ね、終わればいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね、英語を言う回数が、まあ、正直その0回でこの試合が終わるというふうにまあ思ってないんで、最初から、まあ、初動で言う分にはまあ全然正直そこまでそのなんて言うでしょうかね、威力はないというか、自分に対するその不詳度といいますかね、なんて言うんでしょうね、こういうの分かんないです。ちょ英語をね普段使ってるとここでちょっと出てきてるんですけどもね、あ、ありましたね防弾着が。まあ、こうで話していく余裕すらある、もうね何回目ですか、これ7回目ぐらいだと思うんですけども、もう話していく余裕もあります正直。もうそのどのことは言っちゃいけないとか言っていいとかっていうことをもう考えずとして英語は言わなくなってるんですよ。もう体がもうそう覚えちゃってる。あ、これは、ね、皮肉ながらこれはまあいいことか分かりませんが、 しかしまあこの芝において英語を言わないということは非常にいいことなので、僕はもうその英語を簡単に言わないようになってるという体になってきてるということはですね、非常に素晴らしいことだと僕は感じてますね。まあ、3頭と2防弾着、まあ、この2つがあればですね、まあ、大抵の敵と戦えるというか、まあ、ちょっと狙撃手の方が足りないなというふうには僕は思ってはいるんですけども、よし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 、早く喋って視聴者に気づかれないようにする。よく気づいたね。早く喋ること言ってですね、あの皆さんがね聞き流す可能性があるんですよって思ったんだけど、結構俺ちゃんと早く喋っててもみんな速攻気づく。すごい、そこに対するね、危なかったね今。そこに対するなんて言うんでしょうかね、まあ、集中のかけ方っていうのが違うんですよ皆さんの。もうそこ、こいつの悪いところを見つけてやろうというこの気持ちがね非常に強い。皆さん、こいつ言ったら絶対言ってやるぞここでっていうぐらいの、そのもう勢い、殺すぞぐらいの勢いで来てるんだよ皆さん。もう文字が、皆さんが指摘していただけるこの文字というのが非常に殺意を感じるレベルでですね、もう言った瞬間が来るんですよね。もう言った、はい言った、おい誰だよ、おいレベルって言ったら誰だよ、俺が言ったのか本当にレベルって。いや俺はレベルって言ってないね絶対。よし、いいね、あぶねえ、あ、うん、あ、もう分からん、日本語が英語に感じてる。もうあぶねえがもう俺英語かと思った今。まあアンチがやばいから、あ、車来てますねこれ、気づかれないといいんですけど。僕よしよしよし、気づかれてない、 OK。 あ、ちょっとマジで心臓痛くなってきた。で、まあ3回目ですね、これで。まあ3ヘルツのベースは失ったんですけども、まあそこまで正直にダメージじゃないです。はい、始めまーす。まあもうだいぶね、またどんどん弱くなっていくんです。一回言うとね、もうどんどん出てくるね。本当に。一回言うと本当にどんどん出てくる。気づかないうちに。多分俺でも、数々の実況者がさ、やってるじゃん、こういう。まあこのゲームじゃなくて。それでから話そう。このゲームに限らず数々の実況者が言ってるわけじゃない、スタート言ってるわけじゃないですか、やってるわけじゃない、この英語縛りっていうのをさ。でもその人たちよりも俺話してる自信あるもん。その人たちがしてる会話量よりも話してる自信はある。帰国子女バレちゃったな、ちょっと。まあそうなんだよね、実際そうなんだよね。ちょっと海外の方にですね、何だったかな、8年間ぐらい住んでないんで、そうなんですよ、全然できない。
けよ。あ、もう OK で申し訳ないっていうふうに僕は何度もね、小さい子親に言われたんですよ。 OK ってことだけは絶対言うなって。今後ね、今後こういう縛りやるかもしれないんだから、あなたは小さい頃から OK ってことはあんま使わない方がいいよと僕言われてたんですけどもね、これ使っちゃいますね。やはり親から言われたこと忘れちゃってますね。全部昔言われてたんですけどね、結構ずっとこのことだけは言っちゃいけないよって、いいねっていうふうに変換していなさいっていうふうに、こういう時はやっぱり親の言葉ってこういう時に響くんですね。結局いや、守っておけばよかったなって思うんですよ、いずれ。まあそれをね、この芝居で皆さんに分かってもらえれば全然いいんですけども、それ本望ですね、僕にとって。もう話したくない。もう無言がいい、もはや。なんで俺実況なんか始めたんだろう。ナイス判断じゃね、ない、やべえ、くそ、やっ、ジュース飲めねえじゃん。やったわ、マジで。コメント見てます、見なきゃ。ちょっと俺いつ英語言ってるか。ねえお前マジでやったな。コメントに殺された残り19人、僕が装備を持っています。一つもなんで俺言ったんだろう今。ということでございまして、皆さんあと5人です。まあこのようにですね、まあ英語喋らなくとも僕はやっていけるぞということを見せていきたいというか、まあ頭がいいんだなっていうふうに、その英語言わないということは意外と難しいことなんですけども、それができるってことはこの人やっぱ頭がいいんだなって、まあ、地頭はやっぱいいんだなこの人なみたいなことを思ってもらえればね、まあ、僕はこの芝居やった甲斐があったなと言いますか。はい、ちょっとそれは何ですか。ありがとうございます。いいねいいねいいね。でもああいうのがね一番英語言っちゃいそうなんだよね、急に出てくるああいうの。ここ渡るのは非常に恐怖ですが、漁りたい。あ、怖いよ。やばい。あ！いいな、お前は英語が話せて。今言ってんだろ、どうせ英語。危なすぎた。これ言えるんだよ。まだここにね。ちょっと撮りたかったな、当倍撮りたかったんだけどな、当倍を無理だったな、時間がなかったらね。あ、死した。これまずい、アンチがやばいぞ。あと一人なんだけど。え、あれ上にいたら俺終わるんだけど。終わりマジ、終わりマジで。うわ、なんてことをしちまったんだ俺は。待てよ、ここで皆さん、僕が何度も練習してきたこの、イエスを、うわあ、イエスっていう。
諦めるスター。俺は諦めねえんだよ。ここのどこでも切れると思ってんだから。サバが